池田工造は、大阪府堺市出身の放送作家、ラジオパーソナリティ、2位の新と、ペン企画主催、B 型、既婚、一男一女あり、兵庫県西宮市在住、滋賀県大海八幡市生まれ、父は菓子屋でパンを売っていた、大阪府堺市浜寺公園の海辺で1歳から約40年を、暮らす、浜寺水田学校出身、 浜寺昭和小学校、浜寺中学校、大阪府立三国級高校卒業。1954年4月、早稲田大学文学部演劇科入学、因ンナミ一税美に所属。1959年3月、卒業。映画の脚本家を目指し、小畜大船撮影所での入社試験を受け、大島渚の助監督になる予定が、 試験当日に寝過ごしてしまい映画を諦める。陰みにテレビの構成放送作家を勧められ、1959年4月に東方テレビ部入社。山路陽平、新井の新共に東方の三場ガラスと呼ばれた。花と箱の下で修行。結婚後の1964年に長男が生まれる。174センチメートル。また下77センチメートル。 喫煙者。パンチでデートでの桂さん三子、西川清の一目あった、その日から恋の花咲くこともある。見知らぬあなたに、パンチでデート。の、キャッチコピーは、池田の最初のヒット作となる。霊感山間第六巻、世界一周スゴロクゲームなどのクイズ番組、鶴瓶と花の女子大生などの視聴者参加型番組、からアベニューなどのグルメ情報番組、カズオ ABC ヤングプラザ、死者寄せ、ザコバ、鶴部落語の子などの演芸番組といったように多岐に、わたる番組構成や演出から、テレビドラマ脚本、演芸台本までも手掛ける。1979年4月 KBS 京都ラジオで、池田育造のザトゥデイへの、ラジオパーソナリティとして、デビュー、豊富な人生経験が滲み出る、丁寧な話術で人気を呼ぶ。 後に、ザ・トゥ・デイは、テレビラジオ同時放送となり、1986年9月末で放送終了。1993年 KBS 京都のラジオ番組、渡田だの週刊金曜日の渡田だが病気で降板。その穴埋めに、パーソナリティとして、KBS ラジオへ復帰。2002年12月まで番組名を、池田育造の週刊金曜日、 京都大好きラジオ、金曜版、池田育造のお助けラジオと名前を変えながら、金曜日の午後の名物パーソナリティとして復活。また関西放送作家きってのグルメとして知られ、テレビに神志も起きて、鍋奉行として出演したこともある。KBS 京都ラジオ番組で、ラジオのリスナーとの食事会、グルメ三枚を KBS 京都営業グループと企画し、毎月最終金曜日に和洋中、 料邸からレストランホテルを会場にリスナーと食べ歩く。また、リスナーとの観光ツアーを阪急交通車と企画して北欧などにリスナーと旅行している。坂井澄夫は大学で同じクラスで同級生。現在も公正放送作家として活躍する傍ら、KBS 京都ラジオ同様午後の池田育造のちょっとサタデーのパーソナリティを務める。 小学校の時、大見八幡市無沙町に2年間疎開していた。敗戦翌年の1946年に堺に戻ってきた。その時に見たアメリカ人のかっこよさから今でもアメリカ人コンプレックスである。クジラを食べるのが大好きでおでんにはコロは必ず入れる。和歌山の大地町の近くまでまとめ返しに行くほどである。鳥の皮も好物である。 白魚の踊り食いも過去に2回したことがある。ありがとうございます。